皆さん、今京都で京都市長選挙が執り行われております。今度の2月2日日曜日に投票開票です。京都の市長選挙、ここでは現職が長くやっております。現職は自由民主党、公明党、そして野党の立憲民主党、国民民主党、社民党のね、与野党5党の連合で戦っております。対して新人の、この新人の方は共産党と令和新選組、山本太郎氏の応援で戦っております。ここでね、皆さん、私が申し上げたいのは、それぞれ地域の事情はあるでしょう。中央の政治と地方の政治に異なりはあるでしょう。聞くところによると、京都市民は年々と所得は下がり、さらに正規雇用も減っている、このような状況のようです。しかるにそこにおいて、何ら新たな市政の改革、これは打ち出されておりません。これに対して新人の方は、共産党、令和新選組、山本太郎氏の応援を受けて戦っている。かねがね申し上げているように、経済政策においては令和新選組、山本太郎氏の政策は真っ当の中の真っ当です。一方、自由民主党や野党のこれまでの経済政策はどうでしたでしょうか。この20年以上続くデフレと経済の低迷どころか、日本の貧困化、所得がどんどん下がってるんです。これに対して与党野党、ここで議論があったでしょうか。この度の消費税増税、まさに経済が低迷どころかどんどん下がっている時に増税をする、これに何ら反対するどころか、もろ手を挙げて賛成支持したのが立憲民主党であり、国民民主党である、社民党なんですよ。皆さん、このような時に京都市の市政を変えよう、市民の所得を上げよう、このままでは貧困化がますます進むんだと。それに対し改革案、対策案を明確に示し、立候補したのが新人の方です。これを応援しているのが共産党と令和新選組、山本太郎氏です。これに対して野党、与党、与野党連合5党はなんと、とんでもない新聞広告を出しました。もうすでにね、ご存知の方も多いかと思います。
もちろん私も常々申し上げているように日本共産党そのものを支持するわけにはいきません。しかしここにおいて京都市を見ればわかるように自由民主党、公明党、さらには立憲民主党、国民民主党、社民党までもがこれまでの市長を支持し貧困化に向かっている京都市、これに対し何ら経済対策、市の政策を示していない、これではなりません。真っ向から市の政策について議論を聞こうではありませんか。